皆さんこんにちは。自然の世界は単純ではありません。今回のビデオでは捕食者とその獲物の立場が反転してしまっているいくつかのケースをご紹介したいと思います。昆虫をカエルが食べ、カエルをヘビが食べる、この図式を私たちは当然のことと受け入れています。しかしカエルを食べる昆虫がいるのです。オサムシの一種、欧州オオキベリアオゴミムシを見てみましょう。この虫は両生類にとってとんでもない脅威です。さらに興味深いことに、この虫は成虫だけでなく幼虫ですらヒキガエルを食べるのです。成虫のオサムシが待ち伏せをし、カエルの背中に飛び乗って背骨または筋肉を狙って噛みつき麻痺させます。こうなるとカエルはジャンプできなくなります。そしてオサムシはもちろん食事にかかります。イスラエルテルアビブ大学の研究グループはオンライン雑誌プロツワンに次のような記事を載せています。一見幼虫も待ち伏せをしているように見えますが、同時に積極的に獲物を誘惑しているのです。両生類は動きによく反応することを利用し、幼虫は触覚を左右に揺らし巨大な顎をこれ見よがしに開閉します。幼虫の動きに引きつけられたヒキガエルが近づき、幼虫を舌で捕らえようとします。幼虫は顎の力を使ってジャンプしてカエルの喉または下顎に張り付きます。当然ヒキガエルは幼虫よりもはるかに大きいのですが、もう運命を受け入れるほかありません。研究者たちが観察したところでは、ヒキガエルのスピードが速い場合には幼虫を飲み込むこともできます。しかししばらくすると必ず幼虫を吐き出すのです。喉か食道でひどく暴れるのでしょう。そして再び外に出ると幼虫は次こそ攻撃を成功させます。攻撃する幼虫がまだ若い場合、カエルには生きて逃げる道もあります。この場合幼虫は外部寄生虫のように振る舞い、体に張り付いて体液を吸い、しばらくそこに居候するのです。次の脱皮をする頃にはカエルの元を去りますが、大きな痛々しい傷跡を残すこともあります。幼虫がかなり成虫に近いところまで来ていると、ヒキガエルの肉を食い尽くし骨だけを残します。チュウヒワシは高目高科チュウヒワシ族の鳥で、絶滅危惧種にも指定されています。チュウヒワシの一部の種はヘビやその他の爬虫類を主に食べて生きています。何百万年もの進化の歴史の中で、これらの鳥はヘビを狩るための素晴らしいツールとスキルを手にしました。しかしヘビがワシの攻撃を見抜き先んじることができれば、勝敗は完全にひっくり返ってしまいます。ちなみにチュウヒワシはヘビの毒に対する耐性は持っていないのです。タンザニアにある国立公園で犬がライオンに攻撃を仕掛けました。百獣の王ライオンの夫婦がゆったりと歩いていると、小さな犬が駆け寄って吠え始め、そしてこともあろうか攻撃を始めたのです。この出来事は偶然通りかかった観光客が撮影しました。ライオンは自分よりもずっと小さな犬からの思いがけない猛攻撃に思わず後ずさりしてしまいます。ある瞬間犬は我に返ったのか、くるりと向きを変えてあっけに取られたライオンたちを置いて帰って行きました。母は強しという言葉は動物界でも同じです。ひよこをちょこっと頂戴しようとした捕食者はものすごい剣幕のお母さんニワトリからの反撃を食らってしまいました。この戦いの瞬間はたまたま近くにいた旅行者がビデオに捉えました。わしはどうやらニワトリからのこれほどの攻撃は想定していなかったようです。ビデオの映像から判断すると、わしとニワトリの立場はいつの間にか逆転し、最初に攻撃を仕掛けたわしは最終的にはニワトリの反撃に耐えきれず、獲物なしで逃げるのに精一杯となってしまいました。これこそまさに母の愛というものでしょう。
ハチ目、スズメバチ科の昆虫たちは、ハチ科の中で最大の大きさを誇ります。スズメバチは、一匹の女王バチが率いる大家族で暮らし、巨大な巣を作ります。成虫の基本的な食事は、過蜜、樹液など植物性の糖分です。また、植物の樹液を吸うアブラムシなどの昆虫から分泌される甘い液体も栄養源とします。一方、スズメバチの幼虫は完全な肉食です。ですから、幼虫たちの成長期には、スズメバチはまるで捕食者のような振る舞いをし、昆虫などを捕まえては肉団子を作り、幼虫たちの元に運び食べさせます。甘いものが不足すると、蜂蜜用のミツバチの巣箱を勝手に襲撃しに来ることもあります。このビデオでは、スズメバチの小さなグループが、蜂蜜と幼虫たちを目当てに巣箱をほぼ完全に乗っ取る様子を見ることができます。スズメバチの体は非常に厚い基沈質の外皮に覆われていて、ミツバチがいくら刺しても痛くも痒くもありません。ですから、ミツバチの巣箱を守るには人間の関与が必要となります。しかし、ミツバチの一部の亜種は独自の防御システムを自ら考案しています。最近の研究によると、これらのミツバチは、侵入してくるスズメバチを集団で取り囲み、熱攻めにします。これは、蜂球と呼ばれる方法です。ミツバチは、敵の襲来を察知すると、まず、数匹が飛んでいって、スズメバチに体当たりし、その後、間髪を入れず、集団のミツバチがスズメバチを取り囲み、筋肉を集中的に動かします。その結果、蜂球の内部温度は40から50度まで急上昇します。しかし、この方法では、スズメバチを殺すまでに20分から60分間もこの高温を維持しなければならず、スズメバチが数匹できた場合には、とても対抗できません。皆さんもご存知の通り、ライオンは百獣の王と呼ばれています。しかし、動物界には勇敢な挑戦者がいます。ライオンと水牛は、いわば犬猿の仲です。ライオンが水牛を狙うとき、主に子供かメスなどの小さく弱そうな個体を選びます。しかし、時には大人のオスもライオンの手に落ちることがあります。とはいえ、水牛だって、やられっぱなしではありません。しばしばライオンの群れを攻撃し、自分たちはまんざら弱くないということをアピールします。そして水牛はしばしば小さなライオンの子供を踏みつけることがあり、まるでわざと仕返しをしているかのようにすら見えます。いざ対決となると、水牛はライオンにそれなりのダメージを与えることができます。しかも水牛には角があり、攻撃の際、かなり強力な武器として使うことができます。ライオンの小さな群れでは、水牛の大群には勝てっこないのです。さて、いかがでしたか？ぜひ、ご意見やご感想をコメントにお書きください。このビデオが気に入ったら、いいねを押して、ぜひシェアしてください。では、また次回お会いしましょう。